はい、こんにちは。今回はね、三菱キャンターレッカー車ですね。今度はこのキャンターのレッカー車の、キャンターということで、ご紹介します。先ほどの、キャンターのレッカー車と比べて一世代昔のキャンターになります。白のキャンターと比べて一世代昔のキャンターになりまして、これが、4代目のキャンター、一世代じゃない、二昔前のキャンターか。一世代飛ばして二昔前のキャンターで、キャンターの4代目のキャンターですね。で、これはもう古いですよ。1978年にこの顔のキャンターが出てきたんですね。で、キャンターシリーズを冬モデルチェンジするとともに、ワイルドキャブ、本格3トン投射を設定、キャンター20、キャンターワイド20、キャンター30と。キャンターワイド30の4シリーズに新発売した。で、そのキャブに大型、中型に通じるブラックグリル設備、フロントに新しく採用された MM マークを、まあ、標準していたというね、それがこのキャンターでございます。なかなかね、当時としてはまあこの顔が主流でございました。で、この当時はまだこのマニュアルの、まあ、昔ながらのまあマニュアルのものしかなかったんですが、まあ、かえってそのマニュアルがいいっていう人もいるんですよね。なぜならそのオートマっていうのはどうしてもその1速2速って自動的に変わるもんですから、まあ、非常に便利は便利なんだけど、まあ、ある意味それに慣れてしまうともうマニュアルが運転できなくなってしまうっていうのもあるし、あのかえってそのマニュアルから運転した人からするとつまらなくなるらしいんですよね。あの自由に1速2速って変えることができないから、まあ、そのためにね、速度を上げたり速度を落としたりするのがまあ大変で、まあ、ちょっと間違ったりするとギーッとかってなってね、まあ、そういう音もするんで余計あの慌てちゃったりとかね、まあ、慌てがちになってしまったりとかするんで、まあ、そういうところの苦労はあるけども、ただまあそういう感じでだんだん慣れると、まあマニュアルもマニュアルで面白いものなんですね。ただまあそういったマニュアル車っていうのが、が自動で変えられるからそれが運転をしてるっていう感覚になって操作をしてるっていう感覚があるんで、まあ、それがいいというのがあるんですね。だから10代からずっとマニュアルで一筋で乗ってきた人が、オートマに変えてオートマに乗ってると、それはなかなか受け入れがたい違和感っていうのはあるかもしれないですね。まあ、最初はこれは便利だなと思うけども、でもずっと長年なんかこうマニュアルでやってきてるからなんかしっくりいかねえんだよなっていう、まあ、そういう人実際にいましたね。で、こういうふうにね、内装もなっておりまして、ここに日本自動車連盟って書いてあるんですね。で、こういうふうに、なんていうんですかね、こうフックがついております。まあフックがついてるやつって大体こういうのってなくなるんだけど、まあこれの場合はきちんとついておりましたね。ただここにもう一つその鉄板みたいなのがあったんですが、まあそれがちょっとこれには今のところちょっとなくなってしまいまして、まあ本当はこの鉄板みたいなね、黄色いやつなんですが、こういうがあったんですよ。でこれをつなげて、要するにまあ持っていくというね、まあそういうのでございました。まあなかなか市場に作り込みもよくできていて、まあこの時代トミカでは市場によくできててね、まあ昔のトミカの方がね今よりはるかに、まあ、よくできてたんですね。何しろ日本で作ってた時代があったんですからね。でこういうふうに、ちゃんとね床っていうかそういう部分もちゃんと再現されてますし、なかなかいい感じで仕上がってるんで、まあこれもこれでねいいキャンターだなというふうに思います。昔はこれが結構走ってたんですけどね、今じゃまあ残念なぐらいほとんどこのキャンター見かけなくなってしまったっていうのがね、まあこれは時代の流れなんで、まあ致し方ないかなと思うところではありますけどね、まあなかなかそういう車が少なくなってしまったっていうのは、まあ、残念ではあるかなというね、思いは致すかなということですね。はい、というわけで、どうもありがとうございました。